ちは、カエデのワンダーランドへようこそ。はい、今日はナンシーサーフショップからセミダラ借りてきました。はい、かわいいね、このロゴ、うん、で、手がね、石、福井だから、カニ有名なんですけど、カニみたいな手になってますね。ちょっと、指が3本。ちょっと違う、3本。足ね、これ全部足ついてるの初めてだよね、着るの。私はグローブつけなきゃ。人生初、うん、人生初のセミドライ。人生初のセミドライ。波はセット頭くらいあるので今から着替えて海入りたいと思います。はい、じゃあセミドライどれくらい暖かいか最後に感想、皆さんお楽しみにしててください。なんかね、ドライスーツじゃない、セミドライって海入って胸ぐらい入ってから空気をなんか抜いてから最後首なんか折るらしいんで。そうなの？だから水入る前に空気を抜いて首を折り込んでぴったりするんだって。じゃないとやばいんだって、空気抜けないんだって。なんかエヴァンゲリオンみたいだな。馬の尻尾が出てきました。さくちゃんなんかもうこれ何、謎息が止まるそうなんです。なんかこれ最後きつく締めないと、ここよいしょ、超いいでしょう。なんかどのペロもよいしょ。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。で、でしたか？いやー、まあ、温床だけどいいの、何本かなんで。それは良かったです。はい、お疲れ様でーす。はい、お疲れ様でーす。どうでしたか？とりあえず寒いので、もう着替えました。はい。寒かった？セミドライ水がちょっと入ったりして、服から投げちゃって、水入ったんで、先に着替えました。水入っちゃってね、さくちゃん分かっちゃったけど、脱いだらブシャって出てきてさ波どうだった？波は、まあセット頭くらいあったのかな。全部こけました。はい、こけてました。はい、ブーツが引っかかって全然立ててなかったけど、で、一発決めて落ちました。で、さくちゃんは一歩も乗れず終わりました。キックオフで終わり。はい、あらまあ